ダイエットをしたいと思ったきっかけは何でしょうか。ダイエットはもともと食べ過ぎて太ったり、ちょっと痩せようと思って運動したりして今まで何回もやってきたんですけど、うん、最近いろんな雑誌見て本見てネットで情報を得ていろいろやってみたんですけど、結局は運動と食事かなと思いつつ、正しい運動とか正しい食事の仕方とか情報がいっぱいありすぎて、どうしていいか分からなくなったので、はい、きちんと分かる人に教えていただけたらと思って、はい、しました。なんか今回ツイッターから発見してもらえたということで、はい、なんかツイッターではダイエットの情報とかがね、いろいろ飛び交ってますもんね。そうですね、うん、結構みんなやっぱり、運動してる人とか食事糖質制限の人とか炭水化物制限の人とか、あとカロリー制限の人とかいろんな人がいるんですけど、でも周りでやっぱりだんだん主流に運動とタンパク質ってなって、うん、なんか体重より見た目を気にする人が周りに増えてきて、自分もやっぱりそうなのかなっていうふうに思うようにはなったので、うん、一旦体重に縛られるのはやめようかなと思って、はい、見た目を頑張って痩せたいです。はいはい、今日はトレーニングしてみてどうでした？明日動けるか心配なぐらいヘロヘロになりました。何が一番しんどかったですか？スクワットとかもしんどかったんですけど、うん、やっぱり腹筋で足右左にするやつが一番しんどかったです。あと飛んだり、まあね、あ、そうです、うんうん、それが死ぬかと思いました。はい、じゃあ今日やったメニューをじゃあ今からもう一回皆さんに見せるために一回ずつやってもらいますんで。はい、お願いします。頑張ります。じゃあスクワットからいきましょうか。普通のスクワットから。はい、覚えてます。はい、膝が前に出ないように骨盤を前傾させて骨盤から曲げて下までいきます。はい、いきます。ちょっとやってみてください。はい、はい、そうです。そういう風に弾むようにやってもらいます。膝を伸ばしきらずにやってもらうとずっと筋肉に負荷がかかった状態です。はい、OK。 はい、もうやり終わった後でしんどいと思うので、で今度は足を前後に開いて、そうですね、これも同じように弾みながらやってもらうと、膝を伸ばしきらないでやってもらうと筋肉に負荷がかかったままになります。はい、逆いきましょう。本来はこれ全部20回ずつやってますんで、やるときは皆さんも20回ずつやってください。はい、OK。 で今度ドロップランにクロスするやつ、そうそうそう、それですね。これも正面を向いたまま足をねじって、お尻のところにストレッチかかってるのと効いてるのを感じてください。逆いきましょう。それも普段やらない動きなんで結構きついと思います。はい、OK。 次は胸を鍛える腕立て伏せ、膝つきです。これも20回やってます。腰が反らないように腹筋に力を入れて、で20回やったら今度ローイングの方行きましょうか。はい、うつ伏せか、手を前に出して上体を反らしながら肩甲骨寄せて、ね、足を浮かせないようにして、これも20回やります。 OK。 でこれを交互にね、20回をさっきの腕立てとローイング繰り返して3セットやっていきます。じゃあ腹筋いきましょう。はい、
下腹を引き締めたいときは足を使った腹筋がいいです。でこういうふうに足を上に上げて地面スレスレまで下ろして、でこれもしっかり腹筋に力を入れてないと腰が反ってきて腰が痛くなったりします。じゃあ次横バージョンいきましょうか。はい、この横にひねって倒してくる、この動きが一番しんどかったみたいです。横腹とか引き締めたい人はね、特にこの動きが効果的です。 OK。 じゃ最後センタークランチ、手を前にして、そうそうそう、で足ちょっと開きます。そう、はい、これは腹筋の上を鍛える動作なんですけど、手を前に出しているんでちょっとだけ起き上がりやすくなります。でへそを覗き込むようにして、これも20回やっていきます。はい、OK。 最後バーピーです。キックバックしてジャーン、そうそうそう、これをね20回やりましたあと1回だけいきましょう。 OK。 でこういう風にね、筋トレの後にバーピーみたいな有酸素運動を行うと、体脂肪が燃えやすくなります。こんな感じで皆さんもぜひやってみてください。以上です